アスカ2のパブリックエリアはお客様に快適にご利用いただけるように大きく分けて上部と下部に施設があります。上部でまずご紹介したいのは選手にあるビスタラウンジ。多彩な海の表情を大パノラマで見渡すことができます。そばには人気の施設パームコートがあります。太陽光を取り入れた落ち着いた空間で自分時間をお過ごしいただけます。明るい雰囲気のブックラウンジイースクエア、日本ならではの落ち着きを与えてくれる和室優先、潮騒を聞きながらバカンス気分を味わえるプールデッキ、インストラクターがいるフィットネスセンター、フォーマルジやロングクルーズに欠かせないアスカアベダサロン&スパなど充実の施設があります。そして日本人に嬉しい施設グランドスパ、2種類のサウナと水風呂も完備、さらに好評の露天風呂、流れゆく景観を楽しむのも一興です。下部デッキにも多くの施設があります。大型ディスプレイがある2層吹き抜けのアスカプラザは船の顔、レセプションは24時間日本人スタッフが応対しているので安心です。ギャラクシーラウンジでは本場ラスベガス仕込みのアスカ2オリジナルプロダクションショーや著名人によるコンサートなどを毎夜開催、間近で本格的なステージを鑑賞できるのはギャラクシーラウンジ最大の特徴となっています。ショッピングエリアアスカコレクションズ、日用品や宝飾品、そして旅の思い出になるアスカ2オリジナルグッズなどをお買い求めいただけます。大スクリーンと優れた音響効果を備えたハリウッドシアターでは新旧の名作から話題作の映画を上映、ミュージシャンの生演奏やイベントなどが開催されるクラブ2100、船尾にはスポーツエリアもあって運動不足とは無縁です。その他にも幅広いジャンルの蔵書を取り揃えたライブラリー、次のクルーズを相談できるクルーズセールスオフィス、重厚感ある喫煙スペース、スモーキングラウンジなど豊富な施設がクルーズライフを盛り上げてくれます。